皆さんこんにちは、ジェイソンチャンネルです。今回36水槽の紹介と、まあご覧の通り1週間ぐらい前に立ち上げたんですけど、底面フィルターを使おうと思って、で爆弾石を使って底面フィルターで回してたんですけど、なんかすごい苔まみれになっちゃいました。でエビを入れて苔を食べてもらおうと思ったんですけど、今回リセットすることを決めました。底面フィルターってなかなかよくわからないっていうか勉強不足だと思うんですけど、よく理解できてません。それで今回はリセットを決めました。で今石なんですけど、爆弾石いっぱいもらったんで使いたくて、ちょっと試しに使ってただけなんで、今回はまた違う感じのやつに挑戦しようと思ってます。それではリセットを開始します。まず苔をある程度出すこの苔結構ネバネバしてました。この苔多分水槽が安定する前の苔じゃないかな、よくわかんないですけど、でもそう考えるとレイアウト石に石ってなんか変ですよね。やっぱシンプルに違う感じのレイアウトの方がかっこいい感じもしますね。地道に苔を取るのは結構大変でしたな。やっぱプロホースも S を使ってるんですけど、やっぱ吸うのは大変ですね。石を取るとき道具を使おうかと迷ったんですが、でもやっぱり道具使うと水槽が傷ついちゃうんじゃないのかと思って、頑張って手で全部取りました。まあ十分石を取るときにあんまり雑にやると多分石のせいで水槽に傷ついちゃうかもしれないので、結構傷つけないように気をつけながらやってました。